6号艇の西野翔太が回り込んできます。スタート展示での並びは1番、2番、3番、4番、6番ダッシュが5番、5対1と分かれていました。6号艇の西野翔太、本番レースは4コースで構えていきそうです。第9レース対戦メンバーは1号艇今地豊、2号艇小松拓司、3号艇松田達馬、4号艇曽根貴人、5号艇宮本夏樹、6号艇西野翔太、以上の6選手から競います。枠を勝します1号艇の今地、隣2コースには2号艇の小松拓司です。3コースは3号艇の松田達馬、2号艇の小松と3号艇の松田が人気を分け合っています。6号艇の西野翔太、スローの4コースに構えました。4号艇の曽根貴人が5コースほど、ピストン2個とピストンリングを4本、シリンダーケースを交換しました。6コース5号艇の宮本夏樹です。スタート展示とは並び体型変わりました。4対2と分かれています。進入インコースから1番、2番、3番、6番ダッシュ、4番、5番です。スタートしました。1号艇今地、2号艇の小松、いいスタートを切っています。1周1マーク、1号艇の今地が逃げるところをまくっていくのは2号艇の小松、4号艇の曽根もまくりに行く。バックストレッチ、最内からは3号艇の松田、まくっていった2号艇の小松が先頭、2番手は3号艇の松田、1号艇今地粘っています。外は5号艇の宮本、4号艇の曽根、4艇2番手争い、6号艇の西野が続いてスタート正常でした。1周2マークの旋回です。2番手3号艇松田は外、4号艇の曽根、内小さく待った6号艇の西野、そして5号艇の宮本、ホーム直線コース、5号艇の宮本が2番手ホーム直線コース、一定身リードを取ってます。4号艇の曽根、そして一定身から2定身差、1号艇の今地、6号艇西野、3号艇の松田、2周1マーク、5号艇宮本、4号艇の曽根の内から6号艇の西野、鋭く6号艇西野、4号艇の曽根をかわして5号艇の宮本にも迫ってきます。2番手3番手の定冠、バックストレッチ、2定身から2定身挟、2周2マークの旋回です。5号艇の宮本が2番手、3番手6号艇の西野、6号艇西野、5号艇の宮本、ホーム直線コース、2番手3番手の定冠、4艇身5艇身差となりました。5号艇の宮本単独2番手、3番手6号艇の西野です。3艇身から4艇身差で1号艇今地、4号艇の曽根、最終周回1マーク、2号艇小松、5号艇宮本、3番手6号艇の西野、最後のバックストレッチ、上位体制は2番、5番、6番の体勢です。まくっていった2号艇の小松が先頭です。5号艇の宮本が単独の2番手、ラストターマークから最後のホーム直線コースです。3番手は6号艇の西野、まもなくゴールを迎えます。先頭は2番の小松、ゴール5番宮本、6番西野、ゴール4番その1番今町、3番松田、ゴール。第9レースの確定は1着2番、2着5番、3着6番、以上でございました。本番では村上純のプレッシャーに対しては1番今地はそこまでは抵抗せず、スーッとインドリ成功は5番の村上純であります。あとは残る5人のコース取りとスタイルが気になるところ。今日初めて18番目のターゲットが上に上がって 6.14 というボーダーで迎えました中盤戦です。5レースの予選競争スタートまでは1分を切りました。
現状ポイントランクは3番手 8.50 で迎えた5番の村上潤。本番ではインドリ成功1コース、その後ろタンマーク今横よりもやや深めか1番の地元下関今町豊、本番では2コースから。その後ろ残る4人6番渋谷、4番松本、3番佐藤と順番に手を後ろに引きます。そしてスロースイッチに2番の富山秀幸、中段1の3コース、今日2着3着で 6.14 というボーダーに届きます。3コースから佐藤博明、前半白星8点ちょうどからどこまでポイント伸ばせますか。そして松本慎吾5コース、渋谷明典6コース、インコースから5番、1番、2番、3番、4番、6番です。スタートしました。 2,3 コースをくれました。ダッシュの3人揃ったスタート。5番村上や壁の薄いところ、一気に角から3番佐藤博明、角まくりを決めます。スタートは前提正常でした。絶好の形見逃さなかったのは3番の佐藤の角まくり。2番手5番村上残そうというところ、内側から立て直す2番の富山、外に4番松本と三つどもえの2番手争いで1周2マークの旋回です。2番手先に回る2番の富山のインサイド、ズバリと差し込む5番の村上潤、しっかりとそのスペースは見逃しません。2番手浮上です。かわされた2番富山は3番手に交代。3番5番2番の体型、レースは2周1マークへと向かいます。先頭3番の佐藤、2番手5番の村上、3番手後ろから狙いすまして、さあ6番渋谷が一突き、2番富山相手に迫りはしましたが、まだ3番手はわずかに2番の富山秀幸、一定審判から2定審ほど優勢です。追いすがる6番渋谷、現状4番手。レースは2周2マークの旋回。3番手内側から6番渋谷、再三再四追いすがりますが、まだまだ2番の富山、3番手その牙城は守っています。逆に3、4番手行く分、時計前では定感広がってきたでしょうか。最後の1マークへと向かいます。角まくりスカッと決めて3番佐藤が先頭、5番村上立て直して2番手、ラストの1マーク3番手、ここでも2番富山博幸変わりはありませんが、再度じわりと接近は6番の渋谷秋典であります。予選終盤これで3連勝で締めくくり、勝って 8.29 で予選を終える3番佐藤、ラストターンマーククリア。5番村上2番手、焦点3番手、外から6番の渋谷、こらえる2番の富山、わずかに富山体勢有利。先頭3番佐藤ゴールイン、5番村上ゴールイン、2番6番の順でゴールイン、4番松本、1番今地の順でゴールイン。第5レースの確定は1着3番佐藤博明、2着5番村上潤、3着2番富山博幸、以上でございます。この2日間と比べますと上空は薄い雲が広がりました。ボートレース江戸川です。現在のところ風はほとんどありません。今シリーズはポイント制の5日間シリーズ、第8回ボートレース研究ファン感謝祭です。予選も後半に入りまして、今日はシリーズの3日目、最終レースまでボートレース江戸川でお楽しみください。オープニングは予選競争の第1レースです。対戦メンバー1号艇今地豊、2号艇田中貞夫、3号艇岡雄平、4号艇中村俊平、5号艇勝木大輔、6号艇佐々木翔と、以上の6選手です。人気は1番の今地かなになりました。その今地の陰線です。2コースには2番の田中、昨日は2着争い2マーク差し返して制しています。3コースには地元の3番岡が入ります。
引っ張っていきまして角1、4コース今日は1回乗りとなります4番の中村、昨日は角1から惜しいところもありました4番中村、今日も角線です。5コースには5番の勝木大輔、そして1番外6コース、このメンバーの中で予選前半ただ1人白星を挙げています。6番の佐々木翔太が入っていきます。3連単は1番の今地からなんですけれども、上位人気1番人気でも20倍を超えるオッズが3連単ついていました。オープニング予選競争第1レースです。新入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。中枠両者が好スタートで1マークへと向かっていきます。1番今地の陰線で3番の岡がまくっていきまして、さらには4番の中村がまくい出し、内からは5番勝木もまくい出してきました。バックス位置に入ってきまして5番の勝木がわずかに前に出ていくでしょうか。外側には1番の今地、そしてその後ろ3番手争いはまくった3番岡と内側には2番の田中。スタートは前提正常でした。一緒に巻くトップ争いですが5番の勝木が先に回っていく。2番田中を回った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 と1番の今地はちょっとキャビテーションで最後方交代しました。5番勝木の内側差し込んできました2番の田中、この2人の先頭争いに変わりました。離れた3番手は3番の岡でレースは2周回目に入ります。西一幕外側から叩いていきました。5番の勝木は先に回っていきます。開いて刺す形になりました2番の田中ですけれども、ここで先頭2番手の差がつきました。5番の勝木がトップ、2番手2番の田中、その後ろ3番手は3番の岡です。5番2番3番の体勢です。4番の中村が4番手、そして6番の佐々木、ラストが1番今地となって2周2マークです。5番の勝木はトップで2周2マークをクリアしています。2番手が2番の田中、そして3番手が3番岡と回っていきましてホームへと帰ってきました。体勢は5番、2番、3番の体勢で大時計マウ通過していきまして、レースは最終周回へと入っています。このレース人気を落としていました5番の勝木大輔がトップで最終1マークをクリアしていきます。2番手2番田中、3番手3番岡の順で最終1マークをクリアしました。最後のバックストレッチに入っています。体勢は変わらず5番、2番、3番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。この後は8レースに再登場します5番の勝木大輔、1周1マークは内側展開ついてきました。2番手が2番の田中、3番手3番の岡と回っていきまして 5-2 そして3、まもなくゴールです。先頭は5番の勝木、今ゴールイン。2番手2番田中、3番手3番の岡、ゴールイン。4番中村、6番の佐々木、ラストは1番の今地、ゴールインしております。以上予選競争第1レースでした。ボートレース江戸川のポイント制5日間シリーズ第8回ボートレース研究ファン感謝祭、今日は最終日を迎えております。最終レース優勝戦までどうぞボートレース江戸川お楽しみください。スタートラインに対して向かい風、緩やかな北風が競争水面吹いている中、第1レースメンバー登場しています。対戦メンバー1号艇今地豊、2号艇浅見宗則、3号艇萩原義之、4号艇中村俊平、5号艇西村秀樹、6号艇松下智之、以上の6選手です。陰線は1番の今地豊になっていきます。そして2コース2番の浅見宗則、予選最終日の昨日はイニング決めています。3コースには3番の萩原義之入っていきます。角内4コース4番の中村俊平、高モーターを手にした4番の中村、デビュー初勝利になるでしょうか。5コースには5番の西村秀樹が向かっていきまして、1番外6コースには6番の松下智之です。浅見、萩原、中村あたりが3連単では上位人気になりました。中でも1番人気は2番の浅見から3番萩原のところにどうやらなったようです。シリーズ最終日オープニング一般戦第1レースは枠なり3対3の進入体系です。進入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒。
スタートしました。角内4コース4番の中村、わずかにコーススタートで1番開けて向かっていきます。3コースから3番萩原も伸ばしていきますが、先に1番今町を2番の浅見が叩いていきまして、まくり刺す4番の中村バックステッチに入ってきまして、角からまくり刺してきました4番の中村がわずかに前です。2番手に定心さん、2番の浅見とその内側を伺っていくのが5番の西村。この両者の2番手争いに3番の萩原が参戦。スタートは前提正常でした。初勝利になるでしょうか。4番の中村トップで1周にマークをクリアしますが、ちょっと流れてここはこらえた。そして2番手争いですけどまだ続いていく。5番の西村、その内側には3番の萩原、さらには2番の浅見、2番手争いが混戦。5番の西村が内側にコースを切り替えていきます。レースは2周回目と入っていきます。2周1マーク、2番手争いは内側から5番の西村が先に回っていくところ、差しハンドルが2番の浅見、さらには3番の萩原でバックストレッチに入っていきます。2番の浅見が混戦の2番手争いをどうやら制したでしょうか。前は4番2番、その後ろに定心差、3番手争いは3番萩原がわずかに前にいまして、レースは2周2マークです。その3番萩原が2番浅見の内側を伺いますが、2番手は2番の浅見が抑え込んで回りました。3番萩原を回しての差し、5番の西村がここで3番手と立っていきます。前の体勢は4番2番5番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っていきます。デビューから1年余り、どうやら初白星見えてきたでしょうか。4番の中村俊平、最終1マークをクリア。2番手が2番の浅見、そして3番手が5番の西村、最後のバックストレッチに入っています。前の体勢は4番2番5番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。これが148戦目です。4番のイケメンレーサー中村俊平トップで最終ターンマークをクリアしていきます。2番手2番の浅見、そして3番手は5番の西村がキープしていきまして、 4-2-5 まもなくゴールを迎えていきます。自身初1着になります4番の中村、今5レーン、2番手2番の浅見、3番手5番の西村5レーン、3番萩原1番の今町、ラストが6番の松下5レーンしております。以上一般戦第1レースでした。ボートレース大村第15回公営レーシングプレスカップシリーズ5日目の攻防、第2レース一般競争の開始です。対戦は1号艇が山口の今地豊、2号艇は大阪の新出浩二、3号艇福岡の渡辺隆、4号艇佐賀の酒井康、5号艇は福岡の今村健次郎、6号艇は福井の東口明、以上のメンバーで争われます。作戦行動、目立った動きはありませんでした。風は変わらずホームスレッジ、スタートラインに対して左横風3メートル前後になっています。ゆっくりとしたインドリーになってきた1号艇の今地、今シリーズ大きな着が続いていた中で、昨日後半カードは展開をつく動きとなっての3着は後輩と提供でした。さあここは陰線、まずはスタート遅れないスタートになるかどうか。2コース2号艇の新出浩二、そして3コース3号艇の渡辺隆と2人は予選を突破、後半戦は準優進出戦に登場です。4番5番6番とダッシュに下がって、角は4コース4号艇の酒井、5コース5号艇の今村、6コース6号艇の東口です。第2レース一般競争、枠なり3対3の体型スタートしていきました。4コース角は4号艇がスタート1人遅れました。他はあまり差がありませんでした。1周目1マーク、最初に1号艇の今地が旋回、握って運んだのは3号艇の渡辺、そして懐2号艇の新出が差して向こう正面、挟まれた1番少し遅れました。2番と3番がトップラスイ、それも3号艇の渡辺が外先行して抑えてというところ、1周2マークトップで運びそうです。スタートは前提正常でした。3号艇の渡辺先前、その後続いたのは握り前の1号艇の今地、さあしかし今地膨らんでいて、内に
殺到といった展開になっていますが、うち上がってきたのは6号艇の東口、4号艇の坂井、そして外に1号艇今地と並んでいます。インガーリに向ける2号艇の芯でもそこに絡んでいきそうな西1マーク、先頭を抜け出した3号艇の渡辺、そして2番手争いですが1号艇の今地が先行しています。3番手わずかに6号艇の東口がリードして、インコースに4号艇の坂井接近。これから2周目の第2ターンマークです。さあ1番の内まで向いてきた4号艇、それに対して1号艇の今地握り前、4号艇の坂井少し抑えながらという運びだった2マークは懐をつく6号艇の東口が優勢になってきたようです。さあまだ2番手以降、非常に接近戦の1番6番4番ですが、トップ3号艇の渡辺が抜きました。独走態勢3号艇の渡辺、そして2番手の混戦はまた1号艇の今地が先行、3番手には再び4号艇の坂井が上がっていきます。上位体系は314の体系で最終ターンマークを迎えていきます。ラストターンマーク3号艇の渡辺が旋回、続いていく1号艇の今地、3番手は4号艇坂井が守り、314で間もなくゴールインです。第2レース一般競争、先頭3番渡辺ゴールイン、2着1番今地、3着4番坂井、そして6番東口、2番新でゴールイン、ラストは5番今村がゴールインです。第2レースの確定は1着3番、2着1番、3着4番以上です。さあピット離れで飛び出したのは中枠勢でありましたが、それでも陰線は主張の構え1号艇今地。ボートレース宮島のルーキーシリーズ第6戦スカパー JLC 杯3日目の攻防は、カードがこれより後半戦へと移ります。第7レース予選競争、対戦メンバーは1号艇今地豊、2号艇中村太平、3号艇中野夢と4号艇権藤利光、5号艇は野見山拓海、6号艇大谷健太、以上6メンバーの対戦です。さあ陰線は1号艇今地豊、今日前半は3着で初の船券絡み、リズムアップといきたい陰線。2コースも主張です。2号艇は人気の中心中村太平、3コースには3号艇中野夢とが向かいます。前半5着と敗れはしましたが、道中は見せ場たっぷりの船足を披露。カード1が4コースで4号艇権藤利光、ここまでまだ白星はありませんが出足はまずまず。5コースに5号艇野見山拓海、野見山はリング2本を交換、そして6号艇大谷健太6コース、3対3です。第7レース、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。5コースからと5号艇野見山、これは早すぎる。一周一マーク内側伸び返す先前1号艇今地に3号艇の中野の付け前、内をついては4号艇2号艇5号艇でバック側に入りました。お知らせいたします、ただいまのスタートにおきまして5番はフライングのため返還欠場となりました。5番に関します投票権は全て返還されます。5番に関します投票権は全て返還されます。ただいまのスタートにおきまして5番野見山拓海はフライングのため返還欠場となりました。残った5艇がこれから2周目、先頭は陰線持たせて1号艇飯町、2番手争い3艇身遅れたところで3号艇4号艇中野権藤が並んでいます。2周の1マーク3号艇が先手を取る2番手争い4号艇 V ギアを狙って権藤でありますが、バック側で前に出たのは3号艇中野、すぐ後ろに迫る3番手が4号艇の権藤で、目下の体勢は1番3番4番、その後ろは大きく水が空いて2号艇6号艇、
2周の2マークトップは1号艇の今地、2番手争い3号艇中野の後ろからつけまい4号艇の権藤で、またまた権藤が外から並んできてじわーり覗いてボート半分優勢は4号艇の権藤、上位体系1番4番3番2番手争いは接戦続いてレースは最終周回に入っています。先頭は後枠生かして持たせました1号艇今地豊、2番手争い内から3号艇突っ張る4号艇そこを包みに行って両者一歩も譲らず内側から粘って3号艇中野夢と外では4号艇権藤利光、今度は内から3号艇中野が直線コース前に出て後ろになった4号艇は内外を揺さぶりかけながらラストターンマーク、トップは1号艇今地、2番手は3号艇の中野、3番手4号艇 V ヤから迫って権藤が再び最後の直線並んでくる、接戦続いた2番手争いでそのままゴール、先頭は1番ゴールイン、2番手争いは3番4番接戦のゴールイン、2番ゴールイン、ラストで6番がゴールイン、なお5号艇の宮山拓海はフライング返還欠場となっております。第7レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番以上でございました。